博物知事というのがあるわけです博物というのはいろんな仏閣仏閣を反対に読むと博物知事その仏というもののあれは何かというと生き物すべてにおいてね遺伝子が流れてないものは何もないの遺伝子が流れている遺伝子というものは我々の世界での物事を考える。 あらゆる物事には遺伝子イコール D なんだ。D が流れてんだ。D が遺伝子なんだ。だからこれ、まあ、医学界においては遺伝子、遺伝子の操作ね。遺伝子の操作とか、ゲノムの編集とか、なんとかかんとかで植物とか動物みんなそれして人間にとって都合のいいようにああするじゃないですか。遺伝子操作です。 その遺伝子っていうものがね、みんな流れてんだと、本来のすべてにおいてね。そうそう、その遺伝子っていうのは、D なんだと。D っていうのは、法理法則、自然の D ですよ。その D において、流れてるそれが分かると、物事の成り立ちが分かる。その成り立ちを分解すると D が分かる。 だから理において我々は理を探求し、理においてい生きて生かされているわけです。だからあなたのやっていること、あなたの生き方は理においてあなたの生き方は理にかなってますか心身統一者、体の使い方、気の使い方、心の使い方それは理にかなってますかあなたの表現は理にかなってますか いやいや、こうしましょう、あらしましょう。人間、こうだどうだ、こうだって言って。ね。人為的に何か創作されてませんかっていうことです。そうしたら理から外れてるのが人間。人類の歴史なんです。理から、だから成り立たないからいつも戦争を殺したい。ずっとや、やってるわけです。答えはないんです。答えがないから、 無人蔵無限大であるがゆえに、上に行かさようにないんですよ。分かれば分かるほど分からないことを分かる。知れば知るほど知らないことを知る。できればできるほどできないことをできないと知る。そう,そういうものを、ある意味において、分かりやすい言葉で言うと、控えめな人だって言うんですよ。<laughs> できた、分かった、もの知ってる。頭、天井だと思ってる。 そういうのがいっぱいいるじゃないですか。まあ、だからそういう意味においてね、まあ、これも人間です。人間も勉強をせんとですね、あんまり嬉しいということも与えることもできなければ、もう笑うこともできないんです。<music>